田良島さんが視聴者の思いを代弁してくれてるでも沖縄に送り込む。そしてカンパもしてくれる田良島さん。って思ってたらカンパはオーナーでした。結婚と仕事は両立しないというモデルケースを見てしまった信子。あれね信子が沖縄に帰ったと思ったら和彦も沖縄へ悟の次は 和彦がストーカーカにななってないですか愛さんが綺麗に振ってくれたのを振られたではなく愛との結婚はなくなったとして当日速攻で信子と付き合い始めようとする和彦視聴者の好感度なんぞ気にするわけでもなく悟との結婚がなくなったと知ると引っ越しも取りやめて本能のままに生きようとする和彦キモい すすぎる展開ですよ。やめてください。ということはあれですか自然体で生きているニーニーが一番マシということになってしまうのですけど和彦は相変わらず自分で取材のアポも取れないみたい最初に登場した時はおしゃれなスーツを着てエリートぽかったけどだんだんクズになっていくのはこのドラマの定番なのかな 沖縄を記事にしたいというのは身の丈にあった仕事をするべきであり思いだけでは沖縄の人は辛くなるだけだと思うのよねしかし和彦がもう沖縄についてしかもフィールドワークしているその日のうちに沖縄に行くと言ってもさすがに早すぎると思うのですけどそしてゆうこさんが休みだってねえねえとうたこはなんで知らないの 同じ家に住んでるんででるしょつまが合わないというか和彦と優子さんそんなところで再会はないでしょう。今週は期待していたのになんなのでしょうね